はい、皆さんこんにちは、ジョイゼルさんです。今日はですね、朝から車で、天草に釣りに来ました。朝まつめで今満潮なんでですね、いい時間かなと思って牟田漁港に来ました。ここ昔シーバスとか釣ったんでですね、楽しみにしてきたんですけれども、立ち入り禁止になっておりました。何があったんでしょうか。いいポイントだったんですけどね、ちょっといきなり出鼻をくじかれました。どうしよう、どこに行こう、全くですね考えてなかったです。ちょっと今からまた釣り場探します。せっかく来たんですけどね、道理で車1台も止まってないはずだわ。はい、というわけで姫戸港に来ました。ここあんまり相性良くないんですけどね、ただもう目的の場所がなかったんで、ここで釣っていきたいと思います。今日はですね、おニューのタックルというかリールですね、シマノナスキー2500番ハイギアですね。前使ってたダイワのレブロスがですね、ちょっと踏んでハンドルが折れちゃいまして、買い直しました。まあこんないいって言っても1万ぐらいですけどね、のリール使ってやるのは胴突き仕掛けですけどね、15個もしつけて適当に投げ込みます。で、釣れるまで暇なので、その間アジングルロット、これで、まあ、ガラカブなりアジなりシーバスなりを狙えればなと思います。さあ、朝まつめのうちにちょっとやってしまいましょうかね。一応釣れました。小さいけど、逃がしましょうかね。なんで仕掛け取れてたんで、後で使おうと思ってたキス仕掛け、これでいこうと思います。なんのかよそんなこと、本当に。中国虫です。あ、でも許して。なんとか釣りました。ガラカブちゃん3匹目。もうちょっと無理かな今日は。はい、結局ガラカブが何匹かだけでしたね。キス釣れませんでした。あそこ
親子連れキッスリ来てるんですけど、釣れるんですかねここ本当に。一回も釣ったことないんだよなキス。まあでもですね、ちょっと釣れたんで、ひとまずですね、お袋に頼まれた天草松島の美味しいおはぎ屋があるので、そちらへ行っておはぎを買って、でその後キス、過去何度も行って何匹も釣ったポイントに移動しようと思います。はい、というわけで移動してきました。私のキス1級ポイントはですね、閉鎖になってたんで、前ヒラメを狙ったところですね、あそこ二股港です、その反対側来ました。でもちょっとですね、藻が多いです。ちょっとここで釣れるかどうか怪しいですね。でとりあえずやってみましょう。はい、結局超過小さいガラカブが何匹かでした。いやー、こんなんだったらバイクで来ればよかった。すんごいいい天気なんですよね、ほら。いやー、朝早いからってですね、車で来ちゃって、で大したものも釣れず帰ることになりました。本当バイクで来ればよかったな、そしたらツーリングも楽しめたのに。まあ仕方ありません。また今度にしましょう。はい、というわけで本日の動画はこの辺りで終了となります。また次の動画でお会いいたしましょう。取った。もしいいなったら取った。